全国で佐那河内村にある19軒の農家でのみ栽培されている桜桃いちご。その希少性と高級さから贈呈品としても人気のあるブランドいちごです。桜桃いちごは開花する前につぼみを摘む摘来を行うことで、一株から取れる果実の量を3分の1に制限。そのため一粒一粒に栄養が集中し、大きないちごに成長します。そして特徴は何といってもその甘さ。先端部分、ここが一番糖度が高いです。で、中があってここで3箇所で糖度を測って平均が12度以上でなかったら、桜桃いちごとして出荷ができません。先端の糖度を比べると通常のいちごが11度前後なのに対し、桜桃いちごは17度にまで達します。収穫したものはサイズごとに分けて梱包し、大阪や東京へ出荷されます。徳島では佐那河内村の JA 直売所などで購入することができますよ。